こんばんはでございます。ね、見てみんな、このヘアピン可愛くない？可愛かったから買っちゃいましたとさ。ありがとうございます。鏡ない、しょうがないな。前髪いい感じ、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。めっちゃ褒めていただいて。こんばんは。あ、今日の配信できる時間が40分まででございます。今日は40分までです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ピン、あ、そう、昨日のメールでポキさんとの出来事を載っけてた。食後は喉に痰が詰まるんです、私。食後だからすごい大変。はい、私が頑張って描いた絵なんですけど、そうです、たかしとは手がつなげないので、ポキさんが手つないでくれて、キュンキュンした。あの、たかしここにいるじゃん、横に、横でこうするじゃん、たかしを。だからここでね、手をつないだの。大人っぽい、ありがとう。わかる。今日蒸し暑かったよね。あのジメジメ感めっちゃ嫌い。え、なんか今日髪の毛綺麗だよね。よくわかんないけど。
昨日の前座かっこよかったよ。ありがとうございます。ありがとう。エンジンの時はね、あんまり手は重ねたりしないです。なんかこんな感じで交互になるからあんま手をつながないんですけど、だけどポキさんは手をつないでくれます。もうキュンキュンしちゃう。受付のあおちゃんにキュンキュンしちゃう。私たちは可愛い。もう私たちはできる。行くぞ。NJT48 お願いします。いやー、いつかあれをやる日が、あれというかエンジンの掛け声をする掛け声がいつかは違くなるってことですよね。今の321はカエリさんがやってるんですけど、いやー、やっぱりカエリさんは本当に321がとてもお似合い。カエリさんじゃなきゃそこはダメですね。本当に321じゃなきゃ、カエリさんの。でもカエリさんがさ、もし卒業されてしまったらもうあれをやる人がいなくなるんですよ。まあでもカエリさんがいないときは代理で誰かがやるんですけど、いつも。いやー、やだなー、そう思う。本当に大事、本当に321は。私がやれるわけないじゃないですか。321、新潟。いや、そうだから、あのね、なんか3期生もね、3期生さんもね、なんか言っちゃったけど、なんか上から見せね、すいません。3期生さんは、3期生さんのエンジンあるじゃないですか。4期も作りたいなって思っちゃって、1234567878みたいな、ラジオが誠実に信号みたいな、あれいいですよね。4期生で早く作りたいエンジンを、だから本当に最近考えてて、4期生特別のエンジンを。どうしよっかな。
まあまだ入ったばっかっていうのもあって、4期公演もないので、あんまやったことがないから、まだエンジンがないんですよ、4期生は。どういう感じがいいんだろう、本当にわからない。エンジン、皆さんセンスありすぎじゃない、本当に。4期公演ね、そうですよね。そうだよね。そういえば、あおちゃんの誕生日までちょうど1ヶ月。そうちゃん、みんなそろっとカウントダウン始めよう。早すぎかな、1ヶ月。1ヶ月は早すぎ。そう。今見てる方、皆様。私、この明日じゃなくて、1ヶ月後、誕生日でございます。誕生日なんです、7月24日が。なので皆さんお祝いしてくれると嬉しいな。30日なんかあっという間だよ。だってさ、6月入ったばっかじゃない、もう24。早すぎん？いつの間にここに来ちゃった。もう24日だよ。6月早っ。だから7月もあっという間なんです。だからもうすぐでお誕生日ですね。16歳になっちゃうわ。一つ年を取っちゃう。好きなケーキは何ケーキ？どうしよう。私チョコが好きなので、チョコレートケーキとか好きです。だけどショートケーキも大好き。ケーキ何食べてようかな。わあ、ミルフィーユ。わあ、おしゃれ。ミルフィーユいいね。いいですね。まあちょっと考えとこう。誕生日来たら配信も10時までできるようになるのかな。多分そうです。やっと10時までできる日が来ますよ、皆さん。長くお話できるね。ねえ、楽しみですね。本当に10時ってさ、10時って普通に寝る時間なんだよね、私にとって。なんていうの、寝る目安、寝る目標なんの。10時が私の寝る目標だから、なんかすごい、そんな遅くまでやっていいのか不安になっちゃう。あ、今日は40分までですよ。40分まで。だけど最近本当に遅い。どうしたらいい？
本当は早く寝たいのにさ。そう、9時までやってるから多分遅くなっちゃうんだよね。9時まで配信をしてるときはその後お風呂入らなきゃいけないし、だからそれで通知過ぎちゃうんだけど。またけど全然10時までじゃなくて9時までする。やばい、なんか今日目痒いんだけど、どうしたらいい。でも私さ、身長あんまり伸ばしたくないタイプで、私小さい方が好きなんですよね。高い方がスタイルよく見えるってよく言うんですけど、世の中小さい方が可愛いよ。もう小さい方が可愛いじゃん、ちっちゃいんだもん。はい、私の意見でございます。私は小さくなりたいです、正直。そうだよ、伸びたものは縮まないんだよ多分。だから本当に今ぐらいの背がちょうどいいかな、なんちゃって。みゆみゆさんはもうあれはスタイルが良すぎて羨ましい、普通に羨ましいんですよ。なんですけど、あんまり背高くなりたくない。羨ましいんだけど私は背高くなりたくない。でだってさ、後でとかさ、もうレイナさんすごく可愛いじゃないですか。めっちゃ可愛い。もう身長さ、身長がちょうどいいですよね、後でのね。レイナさんマジで可愛くて本当に羨ましいです。レイナさんの身長というか、もうとっても可愛い。わかります。まあスタイルいいのは嬉しいんですけど、だけどレイナさんってあのすごい、なんていうか、レイナさんもスタイルいいじゃないですか。だから本当にすごいなって思ってて、素晴らしい。そうだよね、バランスが大事だと思う。バランス大事。そっか、スケボーで鍛えたんですね。てかスケボーもできて本当にかっこいい。かっこよすぎる、レイナ様。もうこれはさ、憧れちゃうよね。まあテニスはできますよ、強いんで。
テニスをしているところを見せてあげたい、皆さんに。でも動画を撮る機会がないからな。わあ、I love you、 ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。テニス配信？どうやって どうやってやるの？困るちゃうな。サッカーとバスケ、わあすげえ、ボールって感じ エアテニス、いやむずっ。こんな感じですか。でも今こんな服装でさ、こんなことやる必要がないというか、あんまやらない方がいいですね、こんな格好でさ 似合ってないから水泳配信は見えませんね、そもそも。どこ行ったってなります。顔も見えないので結構それは大変です こんばんは。テニスは軟式ですね。硬式はやったことがございません。ソフトボールでございます。お母さん、病院予約してくれた？どうだろう。でも昨日なんか予約してそうな感じだった。なんか言ってたんだよね。前髪はどうしたいのとかよ。だからなんか予約してくれてたそうな雰囲気でした。前髪は重くしたいんですよね。なんか劇場行くとね、劇場行くと前髪が薄くなるんですよね。どういうことでしょうか。なんかシースルーみたいな感じになっちゃって。なんで？だって今普通じゃない？でも若干シースルーか。若干薄いね、私の前髪。多分ね、ここの髪も持っていっちゃうんだと思う。サイドポニーしてるから、だからシースルーになっちゃうのかな。だけど前髪増やすって決めた。サイドポニーのせいにしとこ。多分そう。そう、厚くしたいんです。前髪を厚くするの。ありがとうございます。昨日の公演見に来てくださった方、ありがとうございます。
そうだ、ちょっと今日はね、学校の話を今からするんだけど、あのね、学校のね、お友達がね、そのまあ私がアイドルってことを知ってるから、でそれでなんかいろいろプロフィールとか見てたみたいで、で葵ちゃんってさ、足とか指の骨鳴らせるんでしょって言われてな、やってやってって言われて言われたの。だからその靴脱いで、靴脱いでね、足をねこうやってやったの。足の骨を鳴らしましたそしたら、え、すごいとか、ね、わーとか言ってたまあ反応がよろしくてよかった。そうちゃんとやってあげた。なんだっけこれ、猫ちゃんの合唱みたいな。ギフトありがとうございます。これかわいい。そう、今もちょっと鳴らしたんだけど聞こえてた。見てる人はたくさんいたの？いいえ、二人ぐらい二人ぐらいだから全然見てない。友達で二人で来たから。まあ披露できてよかったですよずっとやってって言ってたのでよかったです。以上。あー確かに。え、でもさ、なんかそうやって強制するみたいな感じでやるとちょっと申し訳ないから、あんまり言わないでおくの。なんか白みたいな感じでちょっとなんかやめといた方がいいかって思って。かわいい、ありがとうございます。もっとお友達できるといいね。そうだね。いや高校生って本当難しい。本当に中学からのお友達もいるから本当にすぐ別れちゃうよね。島ができる。難しい友情関係そう、グループができるんですよ。グループができちゃうからさ、もう入りづらいじゃん。そんなの だからもう大体さ、もう友達が決まってきちゃったよね。仲いい子っていうかが、高校は毎年クラスがあるのかな。あるんじゃない、しゃあないけど多分あると思います。でもクラス替えも嫌だ。普通に新しい人と関われないんだけど嫌だん嫌なんだけどクラス替え。え、無理、みんな助けてみんなもうずっと一緒がいい
本当だよ、友達作るの大変なんだからさ、メンタルやられちゃうよ。私本当に人見知りだからさ、お友達なんかできないんです。本当に中学のお友達くらいしか本当に仲いい子がいないから大変。JK らしいこと何かできてる？どうだろう、私って本当に遊ばないタイプの子だから JK らしいことできてるかわからない。もう本当にすぐ帰宅って感じ、家にこもる人だから。JK らしいことしたいですね、本当に。カラオケ、そうだよね、カラオケね、行ったことないな、まだ。お友達と私さ、おやつとかその学校帰りとかにそういうの食べないんですよ。食べるタイプじゃない、マックとかそういうがっつりした系を食べるタイプじゃないから やったことない。それその夜ご飯の前に食べる。そう、寄り道はしたくないタイプなんですよ、私。本当に。本当にしない。もう家が好きすぎるのか、早く帰りたがるんですよね。めんどっちい人だね、私って。別に真面目ではないよ、私は。全然、ただ単に遊ばないだけ。そう、本当にインドア派なの。マジで行くどこにも出かけない、友達とかと。そうかな、家族と仲いいかな。でもちょっと一緒にずっといてもさ、あれじゃん、家族っていうものはさ。そうだよ、学校終わると速攻で家帰る。寄り道本当にしないから。メンバーと遊びに行ったりはしないの？いや、あの本当にそれもしないんですよね、私。メンバーと遊びに行ったことは何か何かがあった日にプリ取るぐらいなんですよ。だから本当に全然しない。一緒にご飯食べたこともないし、本当にないんです。どうしたらいいと思う？だからさ、私さ一人なんだよね。みんな助けて。でも頑張らないとさ、努力っていうものを見せないとさ、そういうさ、ご飯に連れてってもらえないよ。当たり前じゃないですか。全然行きますよ、ご飯誘われたら。え、いいんですかって目をキラキラして言うか。
まあ、こんなことはしないけど。あと3分 OK です。男女読みます。ありがとうございます。12位村上さとしさん、ありがとうございます。11位経理担当さん、ありがとうございます。10位まこちゃさん、ありがとうございます。9位お金持ち先生さん、ありがとうございます。8位妄想貴族さん、ありがとうございます。7位リュウマさん、ありがとうございます。6位高千代 BB さん、ありがとうございます。5位なおゆきさん、ありがとうございます。4位竹蔵さん、ありがとうございます。3位メガネさん、ありがとうございます。2位ジンさん、ありがとうございます。そして1位マサポーさん、ありがとうございます。パチ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 ありがとうございました。明日は8時ぐらいかな、多分8時ぐらいにやると思うので、よろしくお願いします。はい、夜です。夜でございます。夜の8時くらいにやると思われますお願いします。よし、じゃあ切りますね。お疲れ様でした。明日も頑張ろうね。バイバイ。おやすみなさい。